こんにちは、ちゃんぽんです。今回は暗がり峠に来てまいりました。暗がり峠とは皆さんご存知でしょうか？聞いたことがあるかもしれませんが、国道308号線、ひどい道路と書いて国道と呼ばれることが非常に多いんですけども、ここがですね、日本一勾配が急な国道ということで、ここは今暗がり峠の一番上の峠の部分に歩いてきているんですけども、今からですね、峠の部分も見ていただいた後に、こちらの方に見えます下り坂を下って急な勾配を歩いてみようかなと思います。まずはこの峠道の一番上の峠の部分を見ていこうかなと思うんですけども、高野平野を横切り、生駒山地を越えて大阪と奈良川を結ぶ街道としては北から中川いいとこへ、つらつらとこう書かれていますので、お地蔵さんもいるわけでございます。ちょっとね、実際に一番上の部分に歩いていこうかなと思います。ここは人の家ですね。すごい今霧がかかっていてちょっと幻想的な感じなんですけども、やっぱり山頂はここ400何十メーターかありまして、かなり幻想的な感じになってます。でここからですね、石畳になってますね。奈良県生駒市、ここは今大阪府なんですけども、この看板より先が奈良県生駒市、そしてこちら側、今奈良県に入りましたけども、この看板より先は大阪、東大阪市ですよという看板が立てられております。でここに暗がり峠石碑が置かれています。立派ですね。日本の道100選、暗がり峠、奈良街道、昭和61年8月10日に建設省道の日実行委員会がつけたようなね、石碑がここにも置かれております。ここはね、峠の茶屋末広といって結構人気のあるお茶屋さん、今はちょっと朝が早いので閉まっていますが、ちょっといろいろこう暗がり峠についての説明が書かれていたりして面白いですね。標高455メートルみたいですね。すごい景色がいい展望台のところに行けるみたいですので、ちょっとそこにも行ってみようかなと思います。雨が降った後なんで、降った後というか今現在もポツポツと降って降り続いているような状態なんで、道がすごいぬかるみがあるんですけどもね。最近よくね、亀がこう車にひかれて潰れてるのもよく見ますから。うわー、雨降ってきたな。傘持ってへんし、早く行かないと。山の上の天気は変わりやすいし、やべえな。はい、一番景色のいいところに着きましたが、残念ながら雨が降ってきて何も見えません。終わります。はい、雨止まないままずっと下ってきてます。ここの前に見えるアスファルトの道、これは国道じゃないんですけども、このコンクリートの敷かれた丸い穴の開いたね、
こういう丸い穴が開いたコンクリートの道が、これが国道308号暗がり峠です。この、アスファルトの道が大体水平になってるんですけども、この国道308、いかに傾斜がきついか分かりますよね。これもうね、もう今だいぶ下ってきたんですけども、雨も止まへんし、もうなかなか過酷ですわ。今ずっとこう下っていく必要があるんですけどね、もう国道でこの傾斜勘弁してくださいって感じなんですけども、ずっとこの、もうこの映像だとよくわからないかもしれないんですけど、すごい角度が続いてます。この水の流れを見るとどれだけ急なのかっていうのがわかるかも、ちょっと伝わるかもしれないんですよね。でミラーが向こうに2つついてて、どれほどこう見通しの悪い道なのかっていうのが伝わってまいりますね。凍結注意というふうに奥の看板には書いております。で、ね、雨も全然やまへんから、カメラでずっとこう撮影し続けるっていうわけにもいかへんし、カメラ濡れたらねあんまり良くないん で、まあ、たまにこうやって出して様子をね撮影しようかなと思ってるんですけども、あでもねここがね多分一番傾斜の急なところかなと思いまして、ここは一番撮影したいところだったんで、ちょっとここはね撮影しようと思います。はい、ここら辺が多分一番急なんですよね。こうカーブのところに黒いタイヤ痕がついてる、非常にこんなん見るのはもう珍しいと思うんですけども、どれぐらい傾いてるのかっていうのはどうやったら伝わるのかな。もうすごいこう動画にして撮影してしまうとよくわからないんですけども、まあ奥にこうあれですね、まあ鉄の棒がこう垂直に立ってるんで、それと比較すると いかにこう傾いてるのかっていうのが分かりますよね。まあ前の棒とだいたい垂直に合わせて、撮影するとこんな感じですね。一番傾斜がきついところはこの辺りですかね。なんかもう体感では45度ぐらいあるんちゃうかって思えてくるんですけども、まあ、この辺が一番やっぱりタイヤ痕もひどいですね。これ雨、今日みたいに雨降ってるとほんまに上から例えばこう下って車が来ると滑ってこう落ちてしまうんじゃないかって、そういうような感じなんですよね。だいたい垂直に今カメラを置いたんですけど、すごい地面に張ったような状態になってしまったんですけど、今車来てないんでね、ゆっくり撮影できるかなと思うんですけど、この傾斜ですよ。今足こんだけ踏ん張ってて、さっきのところもねなかなか傾斜がきつかったんですけども、まあこのちょっと下ったところもかなり傾斜がきつい。私こう垂直に立ってるつもりなんで、この辺の道の角度がいかに傾斜がきついのかっていうのが分かりますね。この辺もだいぶきついなっていうような感じです。でまだこれだいぶこの後下っていかないとダメなんで、いやもう近鉄線にたどり着くかなと思って、こんな雨も降り続いてるし、まあ私は仕事がね普段から雨降ったらもうそのまま雨に濡れるっていう仕事なんで、雨に濡れることは慣れていますし、この後家に帰ったらまあシャワー浴びて、風邪ひかへんように注意すればいいだけの話なんですけども、バカ掘りに注意せよって書いてるんですけど、バカ掘りって何ですかね。でこのカーブ注意の看板もなかなか面白いですね。後ろのこうブロック塀がまあ垂直に立ってるわけですね。それと比べてこのカーブ注意のこのガードレールがどれぐらい傾いてるか、まあ直感的にでも30度は傾いてますよね。注意でこの落石注意のところ、気温は22度、走行注意ってこれ誰も見てないのにずっと光ってますしね。あんなところに井戸がありますね。このブロック塀のところは神社みたいになってますね。神社というかこれは神様のお初天神とか書いてますし、まあ、ちょっとお祈りしておきます。今の、まあ、神社お参りしたところのすぐそばに不動明王の石碑が立っておりましたので、ちょっとこちらも、ご挨拶に、あの不動明王様にご挨拶にやってまいりました。お不動様のついての説明がここに書かれております。だいぶ下ってくるともう下ってきたかなっていう感じはするんですけど、やはりこうどんどんこう逆に道が狭くなって、自動車で通ってる車もあるんですけど、の利口が非常にしにくい道だなというようなことは感じますね。なんとか大阪の街が見えてきました。いやー、文明が見えてきましたね。観音寺というお寺のところまでたどり着きました。さあまただいぶ下ってまいりましたね。もうこの山の中の景色もだいぶこの水の音が静かになって、水の流れもまだ先ほどの上の方に比べるとマシになってきたかなと思います。この傾斜もだいぶマシにはなってきたかなという感じなんですけども、まだ傾斜は続いているような状況です。
実際私は今日、まあ、朝早くからですね、奈良川からこうこの暗がり峠308号を登ってきて大阪側に下っていってるという形なんですけども、奈良川の時の方が道は広くて、安定しているような感じはありました。ただこの大阪側に来るとこういう狭くて細い道、そして傾斜の一番きついのも、大阪側にあるんですけれども、こう大阪側の方がこう狭くて結構きつい道だなという印象を受けますし、景色もこう山の中なんでこう非常にこう鬱蒼としたような景色が続くなという、実感を受けます。奈良川は比較的、広い田んぼとか田園風景が、広がっていたような、まあ、撮影はちょっとできていないんですけども、そういうような印象を受けたんですけども、ちょっとそこはね対照的かなというように思います。まあ、生駒山自体がこの奈良川よりも大阪側の方が傾斜が急っていうね、ちょっとその地形地理的なという形もありますので、この道の傾斜の強さ、それが大阪側と奈良側で、異なってきているというのは、まあ、それは仕方のないことなのかなとも思いますし、まあ、国道308号のそれは特色と言っていいことじゃないかなと私はこのように思います。ハイキング用の道がここからいろいろとねあるようですので、人もたまに歩いてるのを見かけます。まあ、エンジンブレーキ活用してくださいというような看板があったりとか、こちらの案内図では近鉄ぬかた駅まで13分、約 900m で着きますよ、あと13分で着くんだということが分かりますし、ちょっとそれは安心材料になりました。暗がり峠、奈良街道、暗がり峠まで、ここから 1.7 キロあります。1.7 キロ今下ってきただけなんかな、あとまだ 900m もあるんかって考えたら、結構まだ半分、まあ、半分よりは超えてますけども、なかなかまだまだあるなというような実感を受けたんですけども、まあ今までの 1.7 キロが傾斜がすごい強かったんで歩きにくいという面を考えれば、あとの900メートルっていうのは今までと比べたらまだマシなのかなと。橋が結構立派ですね。こんな橋あったっけなって初めて見るような感じですけども、豊浦橋かなって書いてますね。こんな橋があったんですね。非常になんか橋の上からこの下を流れる川まで高さがあって、ここでカメラをもし落としたらもう泣けてきますね。下にもハイキングコースがあります。大自然ですね。これ大阪府もう近鉄奈良線のこうメインの、ね、路線から歩いて13分ということなんで、まあ、皆さんもぜひ大自然を感じたい方はこの生駒ハイキングコースしてください。東大阪ボランティア連絡協議会からですね、非常に重要なメッセージが書かれておりましたので読み上げたいと思います。この生駒山にはたくさんの昆虫が生きていますが、勉強や研究の目的以外には取らないようにしましょう。下っていくと松尾芭蕉の杭がありました。杭、江戸時代の奥の細道の著者ですけれども、ここが非常に松尾芭蕉の杭ということで、これを見たい方は皆さんも国道308号歩いてくるか、険しい道を自動車ないし、二輪車などで来るかしてみてください。なんとこの国道308号ですが、ここをまっすぐ行くのは下りの一方通行なんで、回らないといけないんですね。なんとかぬかた駅に到着しましたので、今回の内容は終わりとさせていただきます。今回もご視聴ありがとうございました。